京都を代表するホールは三甲海島店です。パチンコ188台、スロット117台、快適に遊戯できるように最新設備をご用意しています。皆様ぜひ行ってみてください。番組のルールはこちら。そして現在の状況はご覧の通り。タイミングでいろいろ弾いてるよ本当に。ただレギュラーにちょっと偏りすぎちゃいますねえ。ハイタッチ、もうちょっとチームワーク、僕が言うこともうちょっと聞いてくれるかな。ちょっとトイレ行ってくる。ブルガリアマイルドアロエ同水当選です。びっくりした。行って買って戻って1ゲーム目あれ78ゲームか。あれ惜しいな。78か。1ゲーム目早かったな。ちょっとアロエの力で1ゲーム目できんかな。さすがにないか。そこまではすごくないか。惜しかったな今の78でビッグ。いやだって11でバケでしょ、3でバケ、78でビッグ、微妙にずれてる。いやー、ジャグ連しないなー今回も。なんかね、すごい普通の展開、特にこれだっていうポイントもなくみたいな、もう安定してちょっとずつ、まあ、グラフ見ればもうその通りですよ。本当にね、こう安定して右上がりのグラフですよ。まあ、6っぽいっちゃっぽいですよね、それこそ。ガスさんは116だし、6切ってるし。200いきました。といったところでまたこれチェリー見ますね。もうなんか聞こえてるのような感じですよ本当に。ビッグプリーズ、 I want big、 I want a big bonusちょっとね、長かったビッグ感が。よーし、
さあ今回こそ1ゲームにする。あーない。あー、いやー結構チャンスあったからね、1ゲーム連の結構当たってますからね。7の8、ナッパ。今ね思ったけどやっぱオレジからだけではボーナスポイントゲットしそうに ないんで、マヨカルとコーナーやります。チュジン。今回は尾崎さんからですね。リプレイが揃った時にコインを入れると光りやすいです。試してみてください。ハッシュタグアイペカ。これはね簡単。要はリプレイが揃ったゲームにはジャジャジャって下出てくるんですけど、それをやるっていうね。それを55ゲーム間検証して当たればコーカードでゲットできます。こういうことね。 OK。 44ゲームでスタートしたんで99フィニッシュ。ゾロ目のチャンスはたっぷりあります。惜しい惜しい惜しい。もう当たりました。マヨカルと当たりました。67ゲームかよ。1ゲーム前だった。いやこれであのコアカードプレゼントゲットです。いやおめでとうございます。ただしかし惜しい。67回はい、とりあえずビッグ。これが1ゲーム目早かったらな。あ、後ろの台が3箱目に突入した。あれ何千枚出てんのかな。2000何本くらい出てる。その隣もすごい。あ、俺もすごい。119。ちょっとお得。そっち、そっちじゃない。残りね1時間切ってるからもうレギュラー引いてる場合じゃない。てか普通に考えたらあれですよね、8回ビッグ当たってるけどレアパターンが1回しか出ないですよね。一発目の当たりが白5号だけであとはないんですよ。1回もこう赤とか青とかレインボーとか5号の文字がないとかないですよね。ちょっとなんか前ジャグせっかくやってるけど前ジャグやってる感じはしない。少しお残念な感じです。様子見すれば当たるかな。惜しいなあ。また様子見ね、様子見とそういうのね本当したいんですよ、もっと。ただ生で入れてしまったらあっ、やった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 
やった、やったやった、四隅大作戦大成功。普通のランプ、いや、あの高設定だっていうのは分かりますよ。いやー、これちょっと時間的には追いかけれないよね。負けたくないんですよね、正直。こんだけいい台ぽい台打って負けなんてちょっと許せないんですけど、今日またもう一つ、要は噛み合わなかったんですよね、この1ゲーム目、1ゲームのズレで、こう本当に3回ゾルミのゲームス取ってもおかしくないんですよ。ちょっとずれてる。で、まあゾルミのゲームスでレギュラーもいいだし、今日はね、ついてないと思いますよ、多分ついてない。そういう時はね、勝ってるうちにやめた方がいいと思います。今勝ってるからやめたいと思いますではないですけど、やめます。これで、終わりです。あの、生かしきってないな本当に。はい、最終的なデータは、ガスさんが128分の1です。まあ投資250枚で流してどれぐらいあるか見てみたいと思います。結果発表、勝ちました。まず結果とか言う前にですね、やりたいことがあるんですよ。これ外したい、これ外したいんです。これまたこんな、はいはいはい、あー、めっちゃ楽、めっちゃ楽ですよ。まあ今日はちょっと筋トレ含めての実践となったんですけど、まあ結果から言いますと、投資250枚の、回収が632枚、大きくはないです。あの台はあると思います。まずね、あの台はチェリー同時当選率はかなり良くて6だと思います。後ろの台みたいに多分3箱ぐらい出ると思いますよ。ただ僕が噛み合ってないところで、こうレギュラーボーナスに偏りすぎたんですよね。あの高設定こそあるような展開なんですけど、まあ安定して勝てるっていうのはね、やっぱりジャグラーの魅力だと思います。それをちょっと今回味わったところで、本来ならボーナスポイントが多分3回ぐらい獲得したべきですよ、本当はね。だって67ゲームで当たったでしょ、で56ゲームで当たったでしょ、で確か88だったかな、88でレギュラーボーナスとかね、3ゲームでレギュラーボーナスとか、もう本当はじゃんじゃんバリバリは聞けた。本当は噛み合ってたらね、微妙にずれてるんですよね、ずっと。まあまあ、またあの残り、ここからまたさらに上に上がっていくんですけど、残りね4回ありますね、実戦は。だからちょっとね、ボーナスポイントで、ボーナスポイントで引かないと僕の最低目標の10組はちょっと達成しそうにないんですよね、このままでいくと。なので、次回まず1ゲーム目、そしてゾルミのゲーム数1回、もしくは2回、ないし5回、引いて頑張りたいと思います。まあね、ちょっと前ゴルズも成功したから、今回はその分で納得して満足して今日は帰ります。また次回よろしくお願いします。ではさようなら、バイバイ。毎月豪華グッズをゲット、応募方法はご覧の通り。今月のプレゼントはこちら。そして皆様のマヨカルトを大募集。
パチスロ、実機シミュレーター、RPG、ジャグモン、Apple Store、Google Play にて好評配信中。皆様、ぜひチェックイット。アイペカ2のあの思い出深い実践を見てほしいんですけど、それを超える今回のアイペカ3埼玉編はね、期待してください。